司会の方させていただきますのが店長の芹沢です。どうもよろしくお願いします。それでは早速さばいていただきましょう。まず本来でしたらこの部分からさばくんですけども、はい、本日ちょっともう手違いに落ちてしまいまして申し訳ございません。申し訳ございません。なのでもう続いて頭の方に行かせていただきます。こちら通常頭の部分はですね、よろしくお願いします、はい、頭を下ろすときに骨等に引っかかって、今簡単に下ろしましたけども骨等に引っかかってしまいまして、下ろせないときはございます。そうしますとまたに身割れ等してしまいますので、今みたいにバッサリと言っていただくのがいいかと思います。こちらお客様の方に、続きまして釜の方でいいですね釜の方を落としていきたいと思います。こちら釜の方後ほど焼きまして焼き瓶クイズ当選の方にプレゼントしたいと思います。頭が穴が開いているのが、これ神経を抜いた後でございます。言うと、ちょっとこれを持って申し訳ございませんね。でも焼いてもらって、はい、カマの方が取り終わったみたいですので、はい、続いて背の方を下ろしていきたいと思います。こちら背の方を私どもではオブシと呼びますが今おろしてもらったマグロです。続いても今これから目節の方をおろしてもらいます。これ目節っていうのが大体皆さんが気になるおトロの部分が主にある部分ですね。失礼いたします。こちら取れるかな、この部分を落とした、この辺りが大体取る、小皿持ちます、小皿、はい、違うじゃん。
世間で言われるネギトロの部分、ちょっと皆さんに今試食してもらえと思いまして、少しずつです。少しずつですが、ちょっと試食してください。あ、ここはいいよ。あ、はい。あ、すいません。こちらサイドから。これもありますか。